マスターマインドジャパンアーカーブサードへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、マスターマインド東京で購入した T シャツになります。それでは開封していきます。マスターマインド東京で買うと、このような段ボールがついてきます。中身を取り出しました。中身はショッピングバッグと、このマスターマインドの T シャツが入っていました。もちろんいつものビニール袋ですね。これがバッグになっています。 今日購入したのはこんな感じの T シャツです。自分はこのタイプの T シャツを持っていませんでした。フロントにあるんではなくて、ちょっと首元の近くにドクロの方があります。で、こちらの方はグラスビーズになっています。むちゃくちゃかっこいいです。自分はこのタイプのほんと T シャツ持っていなくて、あのー、こういうのが欲しいという想像もなかったです。たまたまショッピングオンラインを見ていて、あ、こんなのいいなと思って。で、自分がこの洋服に、 こ洋服を購入したきっかけっていうのは、この洋服、T シャツの着ながらアクセサリーを合わせたいなと思ったのが想像がついたので購入しました。あの、普通だったらここにフロントがバーンってあってアクセサリーをするんですけど、この本当首元の近くのここにあることによって何かこうちょっとアクセサリーをつけたいなっていう想像で自分はこれを購入しました。だから、 今までの自分だったらこの T シャツのタイプは買わなかったんですけど、やっぱりマスターマインドの今季のやつがかっこよすぎてちょっと購入しました。これがフロントになっています。これがバックになっています。首元にタグですね。あのー、まあ自分としてはこの辺のタグは文字でもよかったんですけど、まあ貼り付けのタイプのタグですね、今回は。これがバックになっています。 自分はいろいろな T シャツを見た中で、このマスターマインドのこのグラスビーズ。こんだけリアルなグラビ、グラズ、グラスビーズを、あのー、使ったのはマスターマインドだと思います。本当ね、これに変わるようなデザインの T シャツっていうのは、予想を見てもあまり見当たらないですね。まあ僕は知識不足なのかもしれないですけど、はこれかっこいいなって欲しいと思うような、えー、T シャツを作っているところは少ないです。で、これも多分今回の 2020年のトゥルーネスの中で人気のナンバーワンかナンバーツー。先ほど紹介した T シャツの次ぐらいに多分人気があったと思います。で、自分は、えー、マスターマインド東京のオンラインショップでリクエストでこの T シャツを頼んでいました。で、たまたま S サイズが手に入ったので、もうすごいこう、嬉しくなって、思わず衝動買いしてしまいました。 今回のこの T シャツは本当正直買うつもりなかったんです。あのー、リバーさんの T シャツを、こう、一点狙いでしてたんですけど、マスターマインドは本当デザインを見てみないと、こう、欲しいか欲しくないか分かんないんですね。で、正直な話、もしかしたら自分のことだから衝動買いするんじゃないかなと思って予算を組んでいたら、マスターマインドにやられましたね。自分はこれ、あのー、本当に、 どうしても欲しくて手に入れました。で、今までだったらマスターマインドもすごい人が並んで購入してたんですけど、この頃人気が落ち着いているので、あのー、ゆっくり見ながら購入できます。それがやっぱり普通の洋服屋だと思います。なんか、あのー、すごいこう欲しいのに欲しくもない人が金のために何千人とか並んで、で、3倍、4倍の価値を、付加価値をつける、こんなブランドはもう僕的にははっきり言って、もう洋服屋じゃないです。 だから、変な話、まあ、それでも欲しい人がいるの、いると思うので、それはいいと思うんですけど、まあ、僕は、そういう洋服は着ないようにしています。で、この間も木村拓哉さんも、ソングスの番組で、全、全身シュプリームでしたね。で、宮下隆弘さんのソロイストも着られていましたね。で、マスターマインドに関しては、着られてなかったです。 マスターマインドジャパンも木村拓哉さんすごく大ファンなので、あの、プライベートで着られてるっていう話は聞いているので、あの、マスターマインドは今テレビでこう、試着っていうのは NG 出してると思うんで、すごくその辺が最高なブランドだな、ブランドだなと思います。テレビに出なくてもやっぱり人が並んで購入する洋服屋は多分マスターマインドジャパンしかないと思います。あの、まあ、自分はもう地上派、地上派ではなく YouTube 派なんで、 テレビの模様っていうのはほとんど見ていないんですけど、もうあの地上波のテレビに関しては潰れたらいいって思ってるような人間なので、あのー、これから先こう YouTube でこう、個人の人たちがどんどん動画で上げて、純粋なものだけは残っていけばいいかなと思っています。ちょっと話それましたけど、まあ自分がこう、 本当、ものすごく惚れ込んで、買うつもりじゃなかった T シャツを購入し,してしまったっていう動画と、あと、やっぱり自分がかっこいいなと思っているものは結構皆さん好きみたいで、あのー、本当にこれも競争率高い T シャツだったと思います。この T シャツはこれから先、10年後、20年後も、あのー、まあ、定価以上っていうことはつくことはないと思うけど、1万2万円とかそんな感じで、中古であっても、この洋服欲しいなって思うような洋服を作って、 くれるようなブランドだと自分はマスターマインドに関しては思っています。だから、少し高いですけど、こう、YouTube でアップし、まあ、僕素人なのですぐに言葉が詰まってうまく喋れないですけど、この画像だけで、こう、いいなとか、ちょっとここのショップ行ってみたいなとか思われたら、ぜひマスターマインドジャパンに関しては、ショップに足を運んでほしいなと思います。そして、田舎の人間っていうのはなかなか行けないと思うので、 あの言い訳かもしれないですけど今マスターマインドジャパン、まあ、ワールドもあるんでそれはオンラインショップでやってくれているのでそれはマスターマインドジャパンなりのファンへの思いだと思うのでこれから先も僕はマスターマインドジャパンチームあのー、本間正明藤田さんあと本橋さんもう一人増えたと思うんですけどその4人のチームががっちりしっかりしてもらって伝説のブランドとして残ってほしいなと思っております。 本日ご紹介させていただいたのは2020年トラ、トルーネスのグラスビーズのフロントどころの T シャツでした。